ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。どこに行こうかな。言えないけど、私だけ浮いてる気がする。浮いてる？だって二人ともお嬢様なのに、私だけそうじゃないし、そんな理由で浮くはずないじゃないですか。そうだよ。それに私くらいの子なんていっぱいいるよ。私だって貴族階級で言えばまだまだ下です。お嬢様だなんて言えたものじゃないですよ。貴族の娘って時点で立派なお嬢様なんだけど。うん、パトリツィアさんはまず貴族だっていうのがすごいと思う。貴族社会に入るためには子供の頃からいろんなことをたしなんで勉強しなくちゃいけないんだから。そんなにいろいろ勉強しなくちゃいけないの？貴族同士の付き合いの中ではどんな稽古をしているかも重要になりますので。大変な世界なんだね。私にはこれが普通なので特に大変と思ったことはありませんが、大変という点ではクラウディアさんの方が大変だと思いますよ。そうかな。幼少の頃からずっと一箇所に腰を下ろさず大将と共に旅をしていたのでしょう。そんな生活が大変じゃないはずありませんよ。それが私全然平気だったんだ。いろんなところを見て回るの大好きだったし、お友達ができないのがちょっと辛かったけど、空剣島でライザたちとお友達になれたし。きっとクラウディアは私と出会う前からもともと冒険好きだったのかもね。かもね。強いんですねクラウディアさんは。私なら絶対にそんな生活を楽しいとは思いません。トリツィアさんと同じでそれが普通だったから大変とか嫌とか思わなかっただけだよ。だとしてもそのたくましさ尊敬します。私も少し習って強くなんなくちゃ。どこに行くのさ。よーし。どこに行きますか。よー。どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう。すぐに報告できるね。これならすぐに報告できそう。
材料が。どこに行くの？よーし。こんな時間に買い物かい？鍛えごたえがありそうなのは。強くなりそうなものは。これとか良さそうだ。いい感じじゃないかな。せーの。かなり強くなったはず。鍛えごたえがありそうなのは。またいつでも。どこに行くの？よーし、行くぞ。クリフォードさん、地図ってそんなに楽しいの？ああ、見てるだけでワクワクしてくるぜ。世界はまだまだ広く、このどこかにまだ見ぬお宝がたくさん眠ってるんだと思えるからな。わかるような、わからないような。私もさっぱり理解できません。お嬢様にはこのロマンが理解できないか？それともトレジャーハンターなんてのは泥棒と同じように思えるのかな？泥棒？所有権が存在しないようなものを手に入れる行為は泥棒ではないでしょう。単にトレジャーハンターという職業をよく知らないので、ロマンも理解できないだけだと思います。そうか。つまりだな、大昔の人間の残した遺跡や洞窟に入るだろう。そこで無数の罠や仕掛けをくぐり抜けて宝を手に入れる。これが俺たちの目的ってわけよ。罠がない場所で見つけた宝には興味がないということですか？いやいやいや、そうじゃない。重要なのは当然罠とかじゃなくて宝さ。ただ手に入れるのに苦労すればするほど手に入れた宝には価値が生まれるのさ。なるほど、苦労して手に入れたものほど高く売れるのですね。いやそうとは限らねえ。とりあえずどうにか食いつないでいける程度のものだが。ちょっと待ってください。どうにか食いつないでいける程度のものなんですか？遺跡や洞窟に入って危険な思いをするんですよね。それで手に入るのが食いつないでいける程度？失礼ですが、それは本当に宝なんですか？だからそんなしょぼくない一攫千金の宝を狙って旅をする人間、そ
それがトレジャーハンターの生き様なんだ。ロマンなんだよ。勉強になりました。宝にもいろいろあるんですね。クリフォードさん大丈夫ですか？まだ泥棒扱いされた方がマシだったぜ。どこに行こうかな。よし行くぞ。ねえ、どこに行くのさ。よし行くぞ。鉄と油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。ピーン。どこに行こうかな。よし行くぞ。緑が多くて落ち着くね。なんだか私の村と空気が似てるの。これで大丈夫かな。へえ、これがライザの作った栄養剤か。なんか見るからに強力そうね。超強力だと思うよ。栄養成分ググッと詰め込んどいたから。それは他の作物に使ったらヤバいことになりそうね。やめた方がいいと思う。多分腐っちゃうよ。でもそれくらい強い方が心強いね。ありがとうライザ、使わせてもらうよ。行きますか。よーし。露店がいっぱいだね。どこに。どこに行くの？よーし。ブニ。何をしようかな。これでよし。はい、どうぞ。あれ？
どこに行くのさ。ここならの。
だ。冷たいよ。大佐、力を見せろ。任せてください。伸びろ。援護は任せな。くえっ、そこ剣の前見せてあげるわ。くえっ、援護するよ。援護する。ライス、任せに。冷たいよ。行きなさい。くえっ、そこ。そうだ、頑張ろう。伸びろ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。任せてください。くれ、そこ。ちょっ、そうだ、伸びろ。頑張ろう。援護するよ。そうか、そうだ。冷たいよ。ほら伸びる。行け。くれ、冷たいよ。そうだ、ほら。任せてください。伸びる。アトリチア、先陣を切れ。ちょっ、持って砕けろ。アトリチア、先陣を切れ。伸びろ。大佐、力を見せろ。冷たいよ。手品を見せてやるぜ。引き飛びなさい。くれ、そこ。ちょっ、さあ始めるよ。一気に行くよ。大佐、力を見せろ。任せてください。アトリチア、先陣を切れ。こんなところかしら。もうちょっと。わ、俺一人でも十分。くれ、ちょっ、せーの、伸びろ。くれ、ちょっ、ライザ、力を見せろ。任せてください。ちょ、アトリチア、先陣を切れ。はい、アトリス、援護して。くれ、持って砕けろ。アトリチア、先陣を切れ。伸びる。ダイザ、力を見せろ。ぶっ飛べ。引き飛びなさい。ダイザ、力を見せろ。そこ。ちょ、冷たいよ。伸びろ。手品を見せてやるぜ。ダイザ、力を見せろ。任せてください。くれ、アトリチア、先陣を切れ。当然の結果よ。
つけて。そこ伸びる。えっと、そこえっと、伸びる。そこライザ、力を見せろ。くえっ、任せてください。と、援護は任せな。援護くれ。ちょ、行きなさい。くれ。ちょ、援護するよ。伸びろ。行きたいよ。くれ。ちょ、そこ。そこだ。任せてください。伸びろ。くれ。頑張ろう。援護するよ。伸びろ。冷たいよ。くれ。ちょ、そこだ。頑張ろう。冷たいよ。伸びろ。任せてください。くれ。ちょ、そこだ。頑張ろう。アトリチャ、先陣を切れ。援護するよ。ちょ、ライザ、力を見せろ。ここ冷たいよ。伸びろ。え、俺の出番だ。行きなさい。任せてください。ちょ、そこだ。伸びろ。頑張ろう。行け。アトリチア、先陣を切れ。一気に行くよ。手品を見せてやるぜ。アトリチア、先陣を切れ。ライザ、力を見せろ。手品を見せてやるぜ。一気に行くわ。何を使おうか。戦況を変えるよ。くれ。ちょっ、そこだ。伸びろ。見せてください。いけ。くれ。そこ、ちょっ、そこだ。援護するよ。あたしたちの勝ちだね。
石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。宝石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。
よーいしょ。これうちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。レアな鉱石はわかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。よーいしょ。とりゃー。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。よーいしょ。どこか行きてえのか？ここならのんびり行けそう。糸ってのは急な大怪我の時にも使える便利な道具だぜ。
力を見せろ。任せてください。援護は任せな。くれ、そこ刺激の前に見せてあげるわ。アトリチア、先陣を切れ。ぶっ飛べ。くれ、そこだ。当然の結果よ。とりゃ石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるだろうに。すごくいい形の石だ。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。
どこか行きてえのか。推理をまとめてみよう。推理開始。これの情報、これはないかな。これは、違うかな。これの情報、これはないかな。これの情報、これはないかな。私が知ってる、これはないかな。私が知ってる、これはないかな。これの情報は、これはないかな。私が知ってる、これは、違うかな。私が知ってる、これは、違うかな。これはないかな。ちょっと考えてみよう。これの情報は、これは、違うかな。私が知ってるのは、これはないかな。これの情報、これはないかな。私が知ってるの、これは、何のかけらだろう。模様みたいなのが彫られてるけど。これの情報、これはないかな。すごい！全部わかっちゃった！ちょっと考えてみよう。これの情報は、これは、違うかな。これはないかな。私が知って、これは、違うかな。私が知ってるのは、ちょっと考えてみよう。これの情報は、これはないかな。これの情報、これは、違うかな。これの情報、これは、違うかな。私が知ってる、これはないかな。私が知ってる、これは、違うかな。私が知ってる、これは、違うかな。これの情報、これはないかな。これの情報、これはないかな。ここなら。さて、どんなお宝と出会えることやら。どこへ向かうつもり？ここならの。どこかい？
者が欲しがってた草だったかも。よーしょ。怖いことだけは起こりませんように。俺一人でも十分か。くえっ、ちょっ、そうだ、せーの、伸びろ、くえっ、ちょっ、ライザ、痛いよ、力を見せろ、無理すんな、任せてください、くえっ、そこ、ちょっ、そうだ、伸びろ、くえっ。
ってカトリツァ、援護そこだ。カトリツァ、先陣を切れ。ぶっ飛べ。援護するよ。くらえ。そこだ。冷たいよ。頑張ろう。楽勝楽勝。さあ早く進もう。どこに行くの？よし、行くぞ！こんなのはどうかな？何にしようかな。入れる場所は。お、いい感じかも。こんな感じかな。
くいくかな。やった、できた。できた。あの時見た遠洋結晶、これで遺跡の仕掛けを動かせるはず。って言っても、私が作ったのは本物を真似て作ったものだけどね。だから本物と比べて力が弱いと思うんだけど。ありがとう。きっとうまくいくよね。元に戻っちゃったみたい。またご飯持ってきたら変わるかな。何をしようかな。これ、はい、どうぞ。あれ、どこに行くの？何にしようかな。